じゃあ皆さんこんばんは。雨の中お仕事帰りなどなどお疲れ様です。どうもありがとうございます。世田谷子育て園の松田と申します。今日は市民版子ども子育て会の第5回あ5回ですよね。しつこくやって第5回目が始まりやっと迎えました。で今まで結構いろいろなテーマでやってきたんですけど、まあ、あえて保育を避けてやってきたんですけど、まあ、でも計画の大部分の部分を占める部分なので、まあ、ちょっと、ね、私入れるんですかっていう人は今日多分いないと思うんですけど、大体どんな風になっているのかとか、まあ、ワースト1位とは言われてますけど、どんな状況かとか、これからどうしていくかとか、 できればそもそもこうだったらいいのにねとか、ゆくゆくはこうなったらいいのにねとか話をみんなで聞いていいなと思っています。なのであんまり細かい何とか何とかの園庭の規模はどうとこうこうのとかそういう話は多分ちょっとできないと思うんですけど、いろいろ一緒にそもそもね保育園のことじゃなくて保育のことが語り合えるといいなと思っています。で今日は議会中かつ明日選定委員会とかいう状況の中に一番の、ね、リーダーの田中課長が来てくださってますので、また一晩に一緒にここで何か田中さんに要求する場とかではない、皆さんで建設的な話し合いをしたいなっていうふうに思います。で、前半ですね、40分ぐらい、まあ、そんなにいろいろんじゃないとか言ってましたけど、まずは田中さんにざっくりとですね、まあ、この新制度そもそも保育の話からかもしれないんですけど、それらの状況をお話しいただいて、でその間ですね、机の上にポストイットがあることないわ、ポストイットがあると思いますので、ちょっと話を聞きながら疑問だったり、ちょっと意見だったりを書きながら、話を聞いて、後半、それをもとにグループで話し合いをして、またその中身を田中さんにぶつけてまたやり取りするっていうような、やり取りで話を進めていきたいと思います。で終了は9時の予定で、その後は三茶で飲みに行くということになっていますので、皆さんよろしくお願いします。でちょっとまだ全部揃ってないんです。今日ね雨もあって移動も大変だったと思うんですけど、ぼちぼち増えていくと思うんですけど、もったいないので田中さんの話から先に、始めていきたいと思います。じゃあ改めて、いつもね部署が全部正確に言えないので、田中さん自己紹介も兼ねてよろしくお願いします。どうぞお願いいたします。皆さんこんばんは。私の組織の名前が分かりにくくて大抵の方は覚えられません。保育計画整備支援担当課といって、昨年発足した組織です。まあ単純に言うと保育園の待機児増えてきちゃったんで何とかしなさいよっていう、そういう加盟を受けまして、できたことです。で、まあ彼の場合は別に皆さん正確に覚えるっていう必要が全然なくてですね、まあ、保育園の整備に関係するところだなっていうのを覚えていただければなというところです。で松田さんからのお話もあったようですね、まあ、全体どれぐらい作るんだっていうのを決めて、まあ、それで日々いろんなところで、整備の活動をしてるんですが、やってることは基本的にその区立でも保育園を作るっていうことはしてなくてですね、私立でやる保育園、その保育園を、まあ、円滑に開園するまでの、まあ、サポートしていくっていうところです。で新聞とかでも見たことあるかもしれないんですけど、まあ、この前テレビでやってましたかね、朝 TBS、2週間ぐらい前ですかね、保育園の子どもの声がまあ、ありていに言っちゃうと、まあ、うるさいで、まあ、迷惑だというようなお話なんかも、まあ、実際世田谷でも何か所かそういったご意見いただいていて、まあ、保育園そのものが開園するのは非常に難しいという状況が出てきていることは事実です。で、まあ、それ地域によっていろいろあってですね、保育園作るっていうお話を地域にするともう子どもの声とかそういう話じゃなくて、もう話はできてから先の話に進んじゃっていて、災害時に障害ってどういうふうにやってくれるんだとか、もう一歩飛ばしでできた後も心配してくれるという方もそういう地域も
あるというのは状況です。まあ、そういった中、私たち日々円滑に保育園ができるようにということでやってるんですけれども、そもそもその根拠があってですね、児童福祉法という法律があるんですね。でそれで保育園の関係条文があるんですけれども、児童福祉法の、まあ、ちょっと改正もあって来年の4月から変わってくるんですけれども、まあ、24条に保育園、まあ、簡単に言うとですね、保育園に入りたい、まあ、入らなきゃいけないっていう人がいたら自治体は保育園に入らせてあげなきゃいけませんよっていう、まあ、そういったものがありまして、で、まあ、現在待機児童が出てるんで、まあ、お前たち義務を果たしてないじゃないかっていうような声もあるんですが、まあ、まさしくその通りで、まあ、それが、とにかく解除するようにということでやっております。それで今日お配りした資料ですね、まず1枚目ですね、どういう順番だったかなんですけど、保育待機児対策の実施についてっていうこの上に、これ見慣れてない人はなんじゃこりゃっていうマークなんですけど、これ世田谷区のマークで23区それぞれいろいろマークがあってですね、大池場所とか行くとですね、23区の旗が掲げてあったりして、ふーんみたいな感じで分かるんですけど、区によってはですね、区の保養施設の割り箸に必ずマークが印刷されてるとか、普及活動に勤めてるんですけど、世田谷はあまり普及活動してないので、このマーク見たときに何だか分かる。これ、何かっていうと、区長がですね、記者会見をするときに、区として公式に発表するという意味で、この世田谷区のマークを入れて、4月28日という日付が入っているんですね。で、この日に、待機児童が何人かというのを数えて発表した日なんです。で、これ、まあ、見出しはですね、世田谷区は保育待機児童の解消に全力を挙げ、平成27年4月を目指して1400人分の保育サービス店員の拡充に取り組みますという表題が載っています。で、この1400人分の保育サービス定員の拡充ってどういう意味かっていう と、今ある人数定員から1400人を乗っけたいというところなんですけれども、これ保育っていろいろあってですね、認可保育園とか、あと認証保育所、あと来年から、まあ、ここに出てる方は皆さんご存知だと思いますけれども、新制度が始まる中での新制度上の、今まで都道府県が認可するっていうのが保育所だったんですけれども、区市町村も認可の基準を持つですね、19人以下の施設、小規模保育事業なんて言われてますけれども、そういったものをひっくるめて、全部で保育サービスっていう言い方をしています。で、これ、何らかの形で、区のお金が入っているもの、それを保育サービスって言っていて、中にはですね、認可外の保育所っていう、都道府県に届け出をしなきゃいけない施設があるんですけれども、まあ、いわゆるベビーホテルとか言われてる、そういうところもそうなんですけれども、まあ、補助金なしでやってるところがあって、そういうところは、ちょっと待機児童に含みなさい。そういうところに入ってても待機児童ですよっていうちょっと決まりがあるので、まあ、そういったものを増やすっていう計画にはなってないんですね。で、その下、グラフがいろいろ出てます。最近の我が国でなかなか右肩上がりのグラフっていうのは見かけないんですけど、高齢者人口とかね、高齢者率とか右肩なんですけど、これは全国でもなかなかあまりない例なんですけども、何かっていうとですね、括弧の1番が就学前人口と認可保育園入園申し込み者数の推移っていうグラフです。で、就学前人口っていうのは、0歳から5歳までのお子さんの数です。これを見るとですね、これグラフの作成上平坦な歩みになってるんですけど、実はびっくりする数字でして、平成20年に3万7000人ほどだったものが、平成26年には4万2700ということで、世の中少子化とか言ってるはずじゃないみたいな、なんかそう感じてしまうグラフなんですね。5000人ぐらい増えてるんです。で、去年ですね、区の方で、人口の将来予測っていうのを立てたんですね。まあ最近ずっと立ててるんですけど、まあ、昔から立ててるんですけど、結構ずっと外れてるんですが、去年立てた時点ではだいたい4万3000ぐらいが、0歳から5歳までの、まあ、現状になるんじゃないかっていう予測されたんですけど、この勢いだと4万3000ってもう突破しちゃうかなみたいな状況になってます。で、これってなかなか難しくてですね、私区役所入った頃、
ずいぶん前なんですが、その頃人口が70万人台で、これ以上人口減っちゃったらどうするんだろうって心配を、真剣に心配してた時期があるんですね。で、20数年ぐらい経って、そしたらこれ人口、これ以上どこまで増えるんだみたいな話になって、なかなか人口予測って難しいんですね。その世田谷区だけが限られた国としてやってるわけじゃないので、いろんなところの人口流入があったり、当然経済動向にも左右されたりとか、まあ、最近ではそのいろんな企業の土地が出てきてそこにマンションが建ってみたいな話もありますし、そういった状況でいろんな形で人口が増えているというところです。まあ、もしかするとですね、まあ、いろんな口コミで世田谷区は、まあ、松田さんがいるから子育てしやすいということで、はいはないですけど、そういう形で人口が増えているかもしれない、まあ、そういったいろんな口コミ情報というのもあると思うんですね。でそういったいろんな要素がひっくるめて、まあ、人口が増えている。でこれ子どもの人口で見るところなんですが、全部ひっくるめるとざっくり900人から1000人ぐらいの人口が増えていると、まあ、毎年ですねという状況です。で、そのもう一方のグラフが2860から始まっている、ものなんですけれども、これはあのずんずく伸びて5363ってなってるんですけれども、2860人っていうのは認可保育園に入りたいって言って申し込んだ人の数です。これ平成20年に2860人だったのが、なんと今年は5363人ということで、まあ、すごい人数増えちゃってます。でこれはまあ当然、まあ、新聞市場等でもいろいろ原因は出てますけれども、まあ、キャリア継続されたいですとか、まあ、そもそも2人で働かないと生活苦しいですとか、まあ、いろいろご事情あると思うんですけれども、まあ、とにかく保育園を利用したいという方が5300ということです。でその中でじゃあ待機児童ってどうなるのかっていう、その待機児童の数え方っていうルールがいろいろあって、まあ、区長、世田谷区長なんかは世田谷はちゃんと数えてるのに、どこそこはふにゃふにゃなみたいな言い方してあんまり言えないんですけど、なんか数え方違うのおかしいんじゃないみたいな、なんか今日も MX テレビに出てなんか発言されるとかされないとか8時とか言ってましたかね。大事件とか起きると多分なくなっちゃうんですけど、でそのまあ世田谷で厚生労働省が出したルールに従って、まあ、数えている。で平成20年を見ると、まあ、335、まあ、335って普通に考えるとすごい数字なんですね。これだけの方が保育園に入らなくて困ってるってものすごい重たい数字だと思いますが、この伸びを見ていくとですね、今1109ということで、まあ、335というのは随分のんびりした数字だなというふうに見えちゃうんですね。これがなんか恐ろしいところで、で1109というのは、7月に大体東京都で発表あるんですね。東京都の待機児童の状況どうなっているか、でそれで1番でした。去年も1番でした。で9月に大体全国集計が出ます。で全国でも、まあ待機児童の数としては一番だったというところです。で、まあ、よく補活なんてお話があって、まあ、いろんな保育園の情報を調べていて、で普通に考えるとですね、こういったまあ待機児童数がものすごい多いっていう状況からすると、まあ、敬遠されるんじゃないかな。去年はそう考えてたんですね。きっと敬遠して4986っていうのが去年の申し込みで、まあ、横ばいとかもしかしたら減るのかとか思ってたんですけど、全然なんか役人ってバカだなとかつくづく思ったんですけど、5363人ということで、まあ、逆に区民の方の期待の裏返しなのかなっていう気もするんですけれども、この方が増えたということです。で過去庭に書いてあるグラフのもう片方のその折れ線なんですけど、9090から平成20年9090から始まっているのが、これが保育サービスの定員数ということで、これどんどん増やしています。平成26年の4月の時点で 13,454 あります。で今ちょうど子ども計画立てていて、
保育の事業料を載せてますけど、ざっくり言っちゃうと約2万人ぐらいまで引っ張り上げたいという計画を立ててます。でこの申し込み者数が、もうこれ以上そんなに伸びなければ2万人ぐらい整備すると、まあ、大体落ち着くんじゃないかなと、まあ、よく世間でいう待機児童ゼロとかそういう言い方はあるんですけども、まあ、ゼロっていうのはなかなか難しいとは思うんですね。その一瞬ゼロっていうのはあり得るかと思うんですけれども、それ皆さんご事情があってお子さんどんどん生まれて中には産休をあげたらすぐに復帰したいという方もいらっしゃるので、ゼロを維持するっていうのは本当に保育所に0歳とか1歳の枠にじゃんじゃん余裕があるっていう状況にならないと、一瞬ゼロは可能ですけど継続的にゼロっていうのは本当に難しいとは思ってます。でそこまでそのいつ門を叩いても入れる状況になるかっていうと、それは正直難しいかなとは思ってますが、まあ大体ご希望されている方が入れる状況っていうのをとにかく目指して今やっているところです。で、大体保育園って100人作るとですね、その年って100人入れるんですけど、当たり前なんですけど次の年って大体その2割ぐらいしか入れないんですよ。でそれなんでかっていうと、0、1、2、3、4、5と収まると0歳から4歳までの方はそのまま上に上がるんです。そうすると空いた分の、まあ、理論的に空いた分しか入れないので、100人の保育園というのを作っても、例えば次の年というのはその新しい保育園を見ても10人であったり20人であったりという数しか入れないんですね。なのである一定程度の保育園の量を増やしていかないと次の年ってもアウトになっちゃうんですね。でその辺がなかなか難しいところで、なんで作っても作っても減らないんだって言われちゃうんですけれども、作ると入る、で入った人たちは基本的に出ないんですね。で統計上で見ても大体98から99%の人が上に上がるので、例えば100人の園で入ったとしても小学校に抜ける人は別としても、ほとんどの方っていうのは上に持ち上がる。そうすると必然的に空きがないという状況です。で大雑把にその理論値を2割っていうふうにすると、極端な話をすると5000人の毎年申し込み者があるとすると、理論値なんですけど2万5000ぐらい数は持って必要になるんですね。ただいろんなご事情で、認可外のサービスを使ったりですとか、まあ、いろんな方出てくるので、最終的には2万ぐらいで足りるんじゃないかというのが現在の見込みです。で果たしてじゃあ人口がどれくらいで収まるのかというのは予測は立ててますけれども、それが実際どうなるかというのはよくわからないのが正直なところですね。で今ですね、まさに今子ども計画で、来年度以降からの事業料を出してますけれども、2年後にはもう一回見直しをしようと思ってます。でそれは保育園の整備がきちんと進むことと、まあ、人口がどのくらい伸びているかということと、あとは申し込み者数ですね、申し込み者の数がどれくらい増えるか。でちなみに横浜市さん、待機児童ゼロを達成してよく注目されてるんですけれども、横浜市の例でいうと、就学前人口、要は0から5歳までのお子さんの数ってもう減ってます、減り始めてます。ただ保育園を使いたいっていう方は増えてるので、まあ、ゼロ一瞬達成したんですけど、もう、まあ、今年も待機児が出るということで、割合がどんどん増えてるっていう状況です。でそれが、まあ、待機児童、まあ、世田谷区の今実態になってます。で中には日本一じゃなくて世界一じゃないかっていう人もいるんですけど、ちょっと世界の統計っていうのが保育に該当するのがよく分かんなかったんで、それとその辺の事実は残念ながらちょっと掴めていません。裏面見てください。これ東京都がちょっと小さくて申し訳ないんですけど、まあ、お若い方多いんで多分皆さん見ていただけるかなと思うんですが、東京都が平成26年7月31日に東京都のその待機児童を発表した時に、23区とあと市っていくつあるんでしたっけね、26とかそれぐらいですかね、
というぐらいあるんですけど、全部ずらーっと出したところで、世田谷区っていうのは上の方にあるんですけれども、これ見ていただくと、何を見ていただきたくてこれを出したかというとですね、就学前児童人口比率っていうのが載ってるんです。左の欄が平成26年4月1日で、で、就学前人口比率っていうのが、左から1、2、3、4、4列目ですかね。で、30.8 っていうのが載ってるんですね。これ世田谷区で、0歳から5歳までの人口の中で保育園の関係、保育の関係を使っている人の割合なんです。で、これ他の区と見比べていただきたいなと思ったんですが、例えば荒川区、荒川区って47なんですね。で、それからその上の北区、北区も 43.9 でもう 44% 近いですよね。で、この2万人っていうのの試算をしたときに、だいたい40数%、だいたい45とか46とかのパーセントいくと思うんですけれども、それぐらい作ると待機児童落ち着くんじゃないか。まあ、世の中的にもそういうふうな現象が見られていて、例えば荒川区さんは 47% の方が使っていて、まあ、8人。いう感じになってます。で、なんでまあ世田谷が待機児童をぶち切って多いのかっていうのの裏返しがこの 30.8% っていう数字になるんですけれども、他の区と見比べてみていただけると、あれあれ世田谷のこの割合って非常に低いんじゃないのっていうところですね。で、似たような隣の区、杉並区が 33.4% なんです。で、 33.4 って同じ数字で文京区とかで、今までこう低い数字の区っていうのは、まあ、隣の目黒区さんの 32.4 ですかね、幼稚園通ってたんですね、ここに。まあ、そういう、地域柄があったというところです。で、時代が変わって皆さん保育園使いたいっていう時に、もともとこの比率が低かったんですね。まあ、世田谷低かったです。で、十数年前は 20% とかそういう数字でした。で、そこから一生懸命10ポイントを押し上げて頑張って作っても、やっぱりその、まあ、時代の流れを読み誤ったというのもあるのかもしれないんですけれども、やっぱりまだまだ届かないっていうのはあります。なので、これをどんどん、下駄を履かせていかなきゃいけないとは思ってるんですが、ただそれでも、例えば、江東区さん、見るとですね、41.2% でなんですけど、315人も待機児出ちゃってるんですね。だから多分江東区みたいに、あそこはだいたい東京駅から電車で10分ぐらいあれば着いちゃうんですかね。そういった、まあ、都心から非常に近い利便性の高いところというのはもっと作んないともしかしたらダメなのかもしれない。で、あと、まあ、中央区も、これ 41.2% で、待機児童数が135ってあるんですけども、これ135ならいいじゃんっていう見方もあるんですが、実は就学前児童人口というのは7000、まあ、8000弱ですかね、しかないんですね。で、世田谷の大体6分の1ぐらいですかね、まあ、世田谷が6倍。で、これ6倍、単純にしちゃってみると、61が6638だから、まあ、700から800ぐらいの待機児になっちゃう。だから 41.2% 作っても、割合で言うと結構の待機児童数がいると。こういう事実を見ると、世田谷44とか5とかで大丈夫かなって不安もあるんですが、その辺はちょっと地域柄が違うだろうという見込みでやってます。で、まあ、中央区、江東区っていう、この2大都心に近い、かつマンションがどんどん建ってると。タワーマンションだらけですよね。30階とか50階のマンションの隣にまた同じようなマンションが建ってて、30階に住んでるのに、隣のマンションしか見えないみたいな、今なんかそういう状況になってますから、全然眺望良くないじゃんっていう。まあ、そういう状況のとこと比べてどうなのかっていうと、まあ、そこまではいかないんじゃないのかなというふうに考えています。これずらーっと見ると分かってですね、よく分かるのは、まあ、
参考になるかっていうか楽しみがてら見ていただければいいんですけど、下の方は町とか村とか載ってるんですね。で、例えば檜原村なんかも 72% の人が保育園行ってるのがすげえなんだよ。で、下の方ほとんどゼロですね。だからもしかすると極端な話を言うと、こちらの方なら確実に入れるかもしれないいうのが、まあ、ここから読み取れるんですよね。さすがにやっぱりじゃあ越そうかっていう人はなかなか、まあ、これじっと見てるとですね、羽村市3人しかいないんですよね。羽村だったら通勤できるかなとか、でもっと見ると福生市5人なんですよね。で、まあ、荒川区で、まあ、すでに8人となりますから、まあ、無理して多摩の方に越す必要ないのかもしれないですけど、まあ、単純に待機児童の数だけを見ると、まあ、東京でもまだ入れるところはある、まあ、中学生なんかゼロですからね、こう考えてみると、まあ、どこに住めるんだって聞かれてもなかなか回答が難しいんですけど、聞いた話によると神田あたりではかなりこう建物が老朽化していて、あんまり大きな声では言えないんですけど、そういったところが家賃が非常に低くなっているんですけど、まあ、ただね、いざという時のことを考えると不安なので、まあ、眠れない夜を過ごすよりはやっぱりそれなりに得するのかなというところです、まあ、余談です。それでですね、次のなんか すみません説明だんだん長くなっちゃったんですけど、いいですか。次のペーパーですね。これこれカラーでいつも吸ってるんですけど、いつもっていうかこれって何かっていうと、今ですね、保育園を建てるための土地が全然ないんですよ。もう公有地、区の土地については平成20何年だったかな、22年ぐらいに、ですね、平成22年度に、急激にというか大量に整備してですね、ほぼ使い切ってしまいました。使えるようなところ、学校の一部をちょっと切り取らせていただいたりとか、あとは、まあ公園ですね。公園って都市公園法があって、まあ、いろいろあるんで、あんまり大きな声では言えないんですけど、一部共用停止みたいな、なんか措置をしてですね、一時的に公園であることをやります。で、将来はまた公園に戻すっていうような位置づけにしてやったりとかですね、もうそれでほとんど使い切ってしまいました。で、その次にちょうど国有地、まあ、国の方の財政ですね、もうびっくりするぐらい借金あってですね、まあ、とにかくこの借金の返済のために国有地をどんどん売るんだということで、国が新成長戦略っていうのを挙げました。で、ただ売りたいんだけど、医療とか介護とか保育とか障害福祉とか、そういうのが地元自治体で必要だよっていう声があったら、そういうところに貸したり売ったりしてもいいですよ。そういうルールのもと、国有地の、開放というかですね、まあ、ほとんどは元国家公務員の宿舎ですね。で、そこを開放してくれました。で、それで世田谷区も、まあ、いくつか、国有地をですね、20年間借りて、それを、保育園の運営事業者に、まあ、また貸しになるんですけどもね、貸して運営してもらってます。で、そういったことでやってきたんですが、まあ、国有地っていうのがですね、だいたい環状7号線より東側に大量にありまして、西側があまりない。で、これは困ったぞということで、民間の土地を活用した保育園っていうのを推進しようということで、今から2年前にですね、そういうのを借りてきたら土地代ですね、まあ、1000万とか2000万とかするんですけども、で1年間ですね、1年間するんですけど、なんか最近そういう話してて、多分私ん家の土地なんか借りても何万とかするんじゃないですけど、なんか1000万とか2000万の単位の話してると、1000万切ると年間900万とかの話が出ると安いですよとか、
というような、じゃちょっと麻痺しちゃってるんですけど、あの本当に2000万、まあ、中には3000万ぐらいの値段がつくところもあるんですね。で、まあ、当然それ保育事業者がやっていくと、それは大変です。それ全部出していく。で、賃料の補助をしますっていう仕組みを作りました。で、ただですね、当時は3年間出します。で、3年出せば保育園の建物を建てた時の借金も多分返し終わってるんだろうと。で、これなんで返し終わってるんだろうっていう側が出すかっていうと、今保育園の建物は安心子ども基金っていうのがあって、おおよそですね、建物の8分の1ぐらいの負担が立つんですね。で、よく区長があのいろんな場面で言ってて、分かりやすい数字で、2億4千万の建物があると3000万で立つっていう表現をしているんですけれども、まあ、実際2億4千万で立ったり立たなかったりあるんですけど、まあ、それぐらい今安心子ども基金っていうので、建てる側には有利になっている制度がある。で、3年ぐらい経てば、借金返せんじゃないかということで、3年補助すれば乗ってくるだろうという目論見で始めました、2年前。で、乗ってきたのが、結局ですね、最終的には一つ、もっと作ろうと思ったんですよ。7つだったかな、作ろうと思って一つでした。まあ、ショックでしたね。で、まあ、散々バカじゃないのとか言われて、で、反省しました。まあ、いろんな方ヒアリングして、それで思い切ってですね、去年財政当局は最後まで渋ったんですが、3年から20年と、まあ、なかなかこの思いっきりはなかったかなと思うんですけれども、20年に延長したところ、いくつになっちゃったかな、今年ですね、今ちょっと偉そうに言った割にはですね、1、2、3、4、5、審査が終わって今準備してますよって公表したところが、あれ ?1、2、3、4、5個ですね。で、まあ、まだ審査中のところもありますので、まだまだなんですけれども、確実に伸びてます。で、来年以降もっと伸びるかなと思ってます。で、そういった中で、ですね、これ、地主さんなんかに呼びかけて使うための資料なんですね。保育園、足んないんで、で、結構ですね、世田谷区内見渡してみると、古くてそのままほったらかしてるアパートですとか、もう人が住んでないのに、めんどくさいからそのままでいいやとか、まあ、あとはコインパーキングが近年多いですよね。そういったところは結構あって、で、売りたくはないんだけど、貸すんだったらいいよと。で、地主さんの中には、例えばアパート建てても、アパートって必ずメンテナンスが必要で、古くなるともう誰も借りてくれない。で、誰も借りてくれない中、それからまあ1000万ぐらいかけてリフォームするのか、しないのかとか考えてるうちにどんどんボロくなっちゃってとか。で、今までそういうやり方で資産活用してたのを、例えば保育園だったら、さら地で貸していただければ、建物は保育の運営事業者が建てます。で、そうすると建物のメンテナンスが必要ないので、とにかく地区だったら貸してください。で、まあ、大体、20数年ぐらい経てば、もしかしたら必要じゃなくなるかもしれないし、また契約するかもしれないという形で、まあ、事業用定期借地ですね。事業用定期借地というのは、何年という期間を決めて、で、返すときは必ず更地で返す。まあ、契約の結び直しという考え方があるのかもしれないんですけれども、で、そうすると、オーナーさんにしても、で、例えば50年、100年使われるってなると、それはもう俺の孫代だからもうそんな契約できないよってなるんですけど、まあ、20数年だと、まあ、だったらいいかなみたいな感じで、だんだんこの世田谷のですね、地主さんたちが盛り上がってきてます。で、そのためのこの資料で、これ色が濃い方が待機児童が多い地域なんですね。で、裏を見ると A とか B とか C とか B とか出てるんですけど、 A っていうのが保育園欲しいですよ。B が、まあまあ欲しい。で、C が、まあ、もうちょっと欲しいですよ。で、D も、まあ欲しいですよ。まあ、全部欲しいです。これなんでかっていうと、全部待機児いるんです。
A から D で、これ白いのがあるんですけど、キルタ公園と駒沢公園だけは大事です、まあ、笑っていただいてありがたいんですけど、ふざけんなって言われるのもあるんで、そういう状況ですね。でこういうので、とにかく民間の土地でオーナーさんにピンと来てもらいたいということで、もっと可愛いチラシとかあるんですけど、ちょっと予算の関係上、ちょっとお配りできなくてですね、今日お持ちできなかった次第です。それで、まあ、保育園をどんどん作っていくわけなんですけれども、まあ、いっぱい作っていくと危惧されるのが、保育の中身どうなんだろう。まあ、保育の質っていうやつですね。そこで、世田谷区っていうのは、世田谷区、欲張っちゃったんですね。量も稼ぐし質も落とさない、これってものすごい、選択だと思うんですけれども、で保育の質ガイドラインというのを今作ってます。でこれがホチキス止めした資料です。でちょっとまあ時間もこれ説明すると2時間ぐらいかかっちゃうので、ざーっと見ていただけると、まあ、これだけのことを、保育の事業者に求めているし、区としてもこういったものができるように支援していくっていうのは載ってるんですね。でこれ学識経験の大学の先生ですとか、今保育の運営事業者さんとか集まっていただいて今これを作っている途中です。でこれを完成させて、世田谷区っていうのは保育の質を、まあ、これだけ考えてみるというのを保育事業者にも当然見ていただいて、理解もしていただいて、で、できてない部分っていうのはもう当然支援をしていくと。で、保育事業者さん同士でも、まあ、切磋琢磨して、協力し合ってレベルを上げていっていただきたいというような取り組みをしていて、まあ、今後はですね、当然こっちの方が肝になっていくというところです。簡単に保育園は作れないんですが、まあ、保育園作った後ですね、利用される皆さん方、まあ、お子さんですね、お子さんがまあ一番、大事になりますので、そういった方々が、まあ、保育園行ってよかったなと、保育園って素敵だなという思っていただけるのがまあ一番ですので、こういったものをやって、保育の質っていうのを常に維持、それから向上させていきたいというふうに考えているところです。雑白なんですけれども、とりあえずの説明は以上です。ありがとうございました。追加で一応話してもらって、追加でもうちょっと話してもらって、幼稚園のとこと、はい、幼稚園、申請途上の、はい、ごめんなさい。で、じゃあこの話は置いて、で、子ども子育て支援制度というのがあって、あんまり面白い新聞記事じゃないのでスルーしちゃう方も多いと思うんですけれども、国の方で言ってるのは、新しい制度が始まると、まあ、幼稚園も保育園も子ども園もなんかみんな一緒だよみたいなニュアンスに聞こえて、で幼稚園が新制度になるってどういうことみたいな、認定が必要とか、まあ、介護認定みたいなのが必要とかっていう、いろいろ言われてるんですね。それで逆にいつだったか、一昨日ぐらいの新聞に、子ども園返上もあるみたいな、要は新制度に乗っかると損しちゃうんじゃないか、損しちゃうから新制度には乗っからないよ。じゃあそれ新制度って何みたいなのがあるんですけれども、ざっくり言うと保育園関係はみんな新制度に乗っかってきます。で幼稚園については今資格助成っていう仕組みの中で補助金が出てるんですね。でその補助金と新しい新制度で出ている公定価格っていう名前のがあるんですけど、まあ介護保険 の, その単価表みたいなものですよね。そういうのが出ていて、それと見比べるとなんか損しそうだなみたいなのが幼稚園業界の一般的な反応で、で子ども園についても、まあ子ども園ってその幼稚園さんの保育園みたいな形で単価設定してますので、基本的にその事業者さんがそろばん弾いてみると、なんかあれれみたいな感じなんですね。で幼稚園さんの動きとしては、
おそらくしばらくは様子を見る、要は新制度を横目で見ながら自分たちにとってどうなのかというのを考えながらやっていくと思っています。で、ほとんどの幼稚園については来年度もそのままだ今の制度に残っていくという状況ですね。で、松田さん、あと何でしたっけ、幼稚園と幼稚園の話とあと何でしたっけ、区立幼稚園は新制度には乗っかるんですが、別に使い方が変わるとかそういうのはないです。であと、ただ区立幼稚園については将来的には、子ども園になるということで、第1号の、区立の幼稚園、多摩が、第1号区立子ども園になるということで検討しているんですけれども、当面のところは今 4,5 歳を受けているところを 4,5 歳のまあ子ども園ということで、やっていこうというふうに計画をしています。でその場については区立のままだったりとか、私立の子ども園を目指したりとか、あとはですね、子ども園になると、まあ、短時間と長時間という言い方してるんですけども、保育園のようなのが長時間で幼稚園のようなのが短時間なんですけれども、長時間より長く預かってくださるお子さんがもっと確保できるのに、その分の定員を、まあ、幼稚園の部分に振り上げなきゃいけないということで、このままですね、ちょっと待機児童の様子を見ながら、待機児童の多い地域については私立の子ども園じゃなくて私立の保育園にするかもしれないっていうのは、今計画上考えているところです。そんな感じでよろしいですかね。じゃあ とりあえず以上です。はい、ポストイットに少し今から時間を取るので、半ぐらいまで聞きたかったこととか、もうちょっとこんなところを教えてとか、なんか課題とか疑問とかを書いてください。1枚に1個です。1枚に1個書いてちょっと止めといてください。質問はないですか？Thank you.
Thank you.
そこが近いみたいな。親は断ることはできんだけど、園が申し込んだ人を断ることはできない。承諾義務だから。うちはこんな方針でやりたいんだけどって言っても、そんなことどうでもいいから入れてくれって言った後にいろいろクレームを言われちゃうと園は運営ができなくなるっていうのがあって。これはまあだから。認証が認可になりたいんですけど、慣れた時にはもう今までしてないみたいなのがあったから、なんで利用してたのか、これは選んでもいいんですよ。キレタマ遊びの子供の居場所作りで、のフライハンやってたんですけど、それとあとわらび歌とどろき保育園っていうのを主任にやっています。保育園の現場で今実際働いています。で、今おっしゃった質っていうのはね、保育は親の感じが Thank you.
業者としてのハードルは補助金以外に何があるのか、とりあえず民間業者にとってのハードル、参入のこと、はい、株式会社とかかな、とりあえずそんなところです、はい、
肉屋さんは次の日から。じゃあ次の日は、ちょっと汚いな、かな、かぶってるやつは外してください。子供の出す音を一番最初の方話したんですけども、騒音があってできないって言ってたんですが、保坂区長もなんか講演会で言ったんですけど、子供の出す音を騒音としないというような条例どうしようかなみたいなこと言ってたんで、でそういうような根本的な解決をしてほしいなと。あとですね、数として出てきてないんですけど、縁が兄弟で分かれてしまっているというのが結構困っている人が多いんで、それを把握してるのかなと。してるんだったらどう対策するつもりなのかな。で、そんな感じで待機児童に入らない待機児童数が現状いっぱいいるなというような意見がありました。で、土地がないっていう話があるんですけど、本当にちょっとそれ連携取れてるのかなっていうのがあって、例えばうちの近くの都有地がですね、デベロッパーに降ろされて、で住宅ができたりとかですね、公園が借りてたのが更地で、返されたりとかっていうようなこともあるんで、ちゃんとどうなってんのかなっていうことですね。で実際に大規模開発にあたっては、園を併設するとかそういった条例とかなんとかっていうのはもうできてないのかなって思ったりします。あとは計画道路ってあるじゃないですか。もう計画道路ってもうずっと昔からあって、でここに道路通しますっていうところはあって、そこを何気に建て替えたりしてるんですけど、そこはもういずれ買い取る予定なんだから、そこをあらかじめ、園として土地は買っとくっていうのはできないのかなって思ったりもしました。あとはですね、保育士さんからの建設的な意見で、質を上げるためにですね、世田谷区とぜひタッグを組んでやっていきたいというような意見もありました。何気に、保育園にいる時間っていうのは親よりも長い時間にやれることっていうのはまだまだいっぱいあると。で、行政からの縛りで今できないこともあるんだけども、それをこうやうまく協力してやっていけたらなっていう意見もありました。杉並区と世田谷区の制度の違いみたいなことに話がいっちゃってその話が長かったんですみません、あんまりこの精神には書いてないんですけれども、まず潜在的待機児童はすごく多いんじゃないかと。これは、今無認可にいることか、それからそれ以上に預かってもらえないんでも仕事に戻るのを諦めたとか、休職を期間を延ばしているっていうような人たちが結構いっぱいいるんで、その辺はどうなってるんだろうという。それから幼稚園の入園希望者っていうのは減ってるのかなという。保育園の待機児童が多いというのはとってもよく聞くんですけれども、じゃあその分幼稚園の方の希望者は減ってるんだろうかと。それから さっきの杉並区と世田谷区の話なんですけれども、杉並区に認可外に行っている子どもにもお母さんに補助金が出るという。で、でその補助金が出ている人たちも待機児童に
入ってカウントされているんで、あの世田谷区よりも精度の高い待機児童の数の把握ができているのではないかということがありました。それから園庭の小さい保育園が多いで、あの認可外認可外の保育園なんかだと園庭がすごく狭くても、あの園としてあの存在しているところが結構あって、で結構こう外遊びをさせたくて、あのうちもそうなんですけれども、公園に行くと結構近隣にたくさんあるので、公園がなんかダブってしまったり、あとちょっと大きなところがちょっと以前にもあったんですけれども、なんかパーティーみたいにあのどうぞとは言われたんですけど、ちょっと貸し切り状態になっちゃってて、せっかく子供を連れて遊びに行ったらなんかとても遊べなくて、そのまま帰ってきたりしたこともあって、あのちょっと狙われてるんじゃなくてちょっとなんかあとやっぱり晴れてる日はまあ公園に行けるんですけれども、やっぱり雨の日なんかあのどこかこう屋内で遊べるところがどこかあったらいいなってちょっと感じることがあるので、そういうところはあのどういうふうに考えていらっしゃるのかちょっと聞いてみたいんですけれども、児童館行けないのかな、児童館児童館行っておられる、いやいや、どうか保育園に児童館開放する、はい、ありがとうございます。ちょっと親が連れてってから団体で使うの、じゃあ何のための施設だよ、お願いします。はい、遅れてきたからって、遅れてきてて全然話聞いてなくて申し訳ないんですけれども、世田谷区の認可外保育室制度の、一応今福祉施設をやっているものからの、意見なんですけど、意見というか質問なんですけど、今の世田谷区の保育士制度は、最大で29人ということになっていて、うちは、この間まで29人月決めでやっていたんですけど、床面積があるということで待機児童対策で今年33人で、来年度は36人の月決めの子ども0から2歳児を預かろうとしております。ところが今後の国の制度は19人が小規模保育です、0から2歳児の場合は。なので私たちはそこに乗ろうとした時には36人から19人に減らさなきゃいけない。そうしたらじゃあ家賃面積広いのに減らさなきゃなんない。で、じゃあ、ね、どうやってじゃあその制度に乗っかっていくんだろうかって言った時に、乗っかりようがないって言って、今めちゃめちゃ頭を抱えています。認可になるしかないんですけど、3から5歳児を入れる場所はないんですよ。はい、その分の面積もないし、それだけの職員も置けない。あのやっぱ子供が単純に子供が何人いて、じゃあ大人1人増えてって言ったら、雨の日の保育室の悲惨さったらないですよ。はい、雨の日の保育室なら、はい、噛みつきまくりです、叩きまくりですっていうこのね状況。はい、はい、雨の日はそうですよ。やっぱり狭いところに大人も子供もぎゅうぎゅうになってギャーギャーやってるわけだから、もうそうなりますよ。あの世田谷区はせっかくやってくれてる素晴らしい制度があるのに、国の制度に潰されるんじゃないのっていう疑問があります。はい、はい、区は29で、現状は面積に応じてさらに減らします。他にないですか？あと体制出てるんですけど、待機児童の数え方ということですね。はい、あとは、保育士を確保できるのかっていう、施設を増やしても保育士を確保できるのか、実際保育士の数が不足していて施設だけ増やしても適正に欠ける保育士では保育が成立しないので適正じゃないですか、適正なんで、資格と適正の組み合わせなんで、はい、そうですね、見ていいんですか、はい、合ってる、これ
あとは、小規模保育所を作ろうとすると大体駅近っていう条件じゃないとなかなか入ってきてくれないっていうのがあります。でその中で、駅近で庭は無理でも公園も少ない外遊びをどう保障するのかっていうこの問題を国はどう考えているかっていうところです。これ大規模マンション建設の際は保育施設スペースを義務付けるとかできないのってあのさっきね言ってましたよね。であと保育サービスってあの知ってます？世田谷区の保育サービスガイドとか保育サービスの利用のなんだよとか保育サービスってそのサービスっていうのやめませんみたいなものすごい思うんですけどサービスちゃうでしょって思ってるんで。なのであの今年手元に秋に来た世田谷区保育の質ガイドラインの案に書いてある世田谷区保育理念は素晴らしいと思っていてこれは早く案が消えてくれないかなって思っています。以上です。はい、このグループで私がたまたま認証保育所をやっている事業者だったので、認証と認可の違いというところから話が始まったんですけれども認証保育所はあの個別に契約ができるんですね。なので園の特徴を出して保護者もまあそれを選んで契約するという流れなんですけど認証から認可になったときに必ずしもその園の特徴で契約するっていう人ばっかりじゃないし親もその園が今選べれない状況なのでたまたま入った園と自分のニーズが合わないっていうミスマッチが起こるよねってそれで認証から認可に行くのをためらう事業者もいるんじゃないかっていう話になったんですけれどもそもそもあの園にどういう保育を望むのか保育って何なんだろうっていう話を親がする余裕なくとにかく入れたらいいとかあの入れない恐怖でそこまで考えられないっていう現状は厳しいよねっていう話になってそこからぐっとそうだ保育ってあの結局保育園を考えるって生き方を考える子どもとどう過ごすかって生き方を考えることだよねってもう育休明けちゃうからって焦った時期にもうそんなの考えられないっていうふうになっちゃってること自体がやっぱり厳しいよねっていう話になりました。でもう もっと前から自分はどういうふうに子どもと生きたいのかっていうのが考えられたらいいしもうベーシックインカムだよねっていう話まで出てたんですけど子どもがあのいる時期に無理無理もうすごく辛い思いをして復帰しないとクビになっちゃうとかっていうふうに悩まないで済むような生き方ができたらいいんだよねっていうような意見も出てまして、まあ、保育所を作るだけが支援ではないよねなんていう話をしていたんですけれどもあの具体的に見るとやっぱり認可と認証のその契約の違いっていうところと園が特徴を出していけるのかっていうことと、保育って何だろうって親自身も考えられるといいねっていうことで、で親が育つ保育園ってあるのかな家で見ることが一番なのかなっていう話題も出たんですけどでも一緒に育つっていう中で親が育つ保育園っていうのもあると思うので保育園はむしろ親が育つ場所として必要なんじゃないかっていうような意見も出ていました。なんでちょっと抽象的な話になっちゃったんですけれどもそういう、保育って何だろうねっていう話をしていました。はい、ありがとうございます。すみません、もう一つ言うでしょうか。ここで話してなかったんですけど時間が足りない。あの多摩幼稚園が保育時間というか長くなったんですよ。来年の経験から預かり時間が長くなったので今年はあのずっと定員割れだったのに、くじ引き抽選になったんですよ。多摩幼稚園が幼稚園の話です。ちょっと最後幼稚園の話ですからちょっと幼稚園の気になったんですけども預かり保育を始めたので、人気が出てしまって今日抽選会だったんですけど、オーバーしてしまったんですね。でどこの私立の幼稚園に子どもが入って、1年行ったところでいろいろその子が問題を抱えていた場合、例えば多動だったとかそういう問題があった時に、付き添いの人を頼むことっていうのは区立保育
区立の幼稚園だったら可能というか、まあ、その区で助成してもらえるんですけど、あの電池が切れそうあのそうじゃない場合、今みたいにその定員いっぱいいっぱいの時、例えば3年保育に行って1年で今いる私立の保育園を追い出されちゃった、幼稚園を追い出された人が行く場所がなくなってしまうっていう現状があって、すごく困っているという話を今日他の母さんたちとしていたので、ちょっと言ってみました。まだ言ってない。でもたくさん言われ、皆さん言った通りだったんですけど、あの、まあ、保育士さんのこととか、こう国の基準ってどうなのっての出たんですけど、あの建物とか土地の話とか大人の都合ばかりじゃなくて、子どもたちにとってどんなところがいいのかっていうことをもっと考えなきゃいけないのかっていうのと、あと小規模保育の話もあったんですけど、やっぱ母子が孤立しないで過ごせる場所としての保育園というのはあると思うので、それは保育園だけじゃなくて、あのもっとちょっと気軽に預けられる場所とか、あのお出かけ広場みたいなそういうところとかっていうのが充実すれば、ある程度本当はそんなに長時間預けなくてもいいはずの人が、あの入れないがためにたくさん働いてるようなにして保育園に預けてしまって、預けてしまってとか預けるっていう風になって、待機児童の数としてカウントされるってこともあるんじゃないのかなっていうような感じも出ました。切れました。電池がないのもしかして、コロナあったりしてしまう。もう一個、以上ですか。はい、以上ですか。はい、大体以上で大丈夫ですか。レスパイトって何ですか。レスパイトケア、なんかちょっと休憩するみたいな。しんどい、疲れました、もう無理とか言うときに預かるみたいな、そう、まあ、デイサービス的な感じ、うん、ちょっと休息のために預かる、うん、大体どうしますかね。行きやすいところから行きますか。いろいろありがとうございます。あの本当に最後のご意見で、なんていうかね、大人視点になっちゃってる部分があるので、サービスって言葉どうなんだっていうのは、まあ内緒ですけど、私も実はそう思ってたりとかして、あの一時期その介護権とか、まあ、社会福祉規制構造改革っていうのがあって、社会福祉の事業全般を、まあ、サービスとして捉えるっていうのが流行ったんですよね。で、まあ、そっちから契約へっていう流れで、まあ、要は利用される方が個人の意思で、まあ、自分が使いたいサービスを選ぶっていう、まあ、その前向きの方向で来て、で、まあ、高齢も障害も保育も、まあ、一緒くたにしてちょっと始めた。でその響きのサービスっていうのがそのまま残っちゃってる感じで、だんだんなんか馴染まなくなっちゃってるんですけど、他の用語もなかなかあの開発できなくて、それが残っちゃってるっていうのが、まあ、現状ですね。でただあの保育をやっている事業者さんの中には、まず親子さんのその何て言うか要求を聞くのが第一みたいなのもあるの事実で、まあ、まさにそれが何て言うんですかね、あんまり言えないですけど、あのサービスっていうのをどっちの方向に捉えてるのかなっていうふうになっちゃうので、ただあんまりいい言葉ではなかったのかなというふうには思ってます。じゃあ他に何か適切な語があるのかっていうと、あの適切なのがちょっと思いつかなくて、今のところそうなっちゃってるのが実情です。で、まあ、親が育つ側としての保育所とか、まあ、全部ひっくるめて、まあ、親も子も、まあ、保育士さんもそうなんですかね、あの保育士さんにお話聞くとよくそうですけど、まあ、共に育つっていう観点からやっていくのが、まあ、保育所なんだろうなっていうことと、あとはその
お母さんが孤立しない、まあ、お父さんの場合もあるのかもしれないですけど、そういった、まあ、気軽にすぐに行ける保育園っていうのが、まあ、近所にあればいいのかなっていうのは常に思ってるんですけど、各地で保育園の整備の話をしていると、まあ、いろいろ反対とかがあって、でもそれって、まあ、何だかわからないんですよね。反対する人たちって何だかわからないものがやってくる、まあ、黒船がやってくるに近い感覚なんですよ。でそういったものを、まあ、地域の方とその、まあ、使う方と、まあ、使うかもしれない方と一緒になって作り上げていかなきゃいけないんだろうなっていうのは日々思っていて、まあ、いろいろお叱りを受けるんですね、まあ、作れってお叱りも受けますし、作るなってお叱りも受けまして、胃が痛い日々で、胃カメラのこの前飲んだんですけど、なんか潰瘍の跡があるけどあんた自分で治しちゃってるよって言われて、あそうですか、じゃあ大丈夫なんじゃないかって感じなんですけど、まあ、そういう感じです。でじゃあちょっと端っこからいきましょうかね。で小規模保育、これ何でしたっけ、すみません質問。小規模保育の連携。あ、連携で、なんでこれ国こんな仕組み作っちゃったかなっていうのがすごい今悩んでるところで、連携保育所の携帯の件。まあ大体現代人は漢字書けなくなってるはずですから大丈夫です。連携保育所っていうのはご存じない方に説明するとですね、小規模保育って19人以下の施設で0、1、2歳を基本的に預かるっていうところなんですね。で、まずその2歳から3歳に行くまでの、その進級補償しなさいよっていうことと、それから、まあ、小さい施設がゆえの日頃のバックアップですね、ソフト連携であったりハード連携であったり、まあ、いろいろあると思うんですけれども、そういうのをやってくださいよっていうのが連携保育所の仕組みなんです。で、まあ、ソフト的な連携っていうのは、まあ、いわゆる面倒見るっていうことで、まあ、できなくはないかなっていうところなんですけれども、これだけ待機児童が多い状況で3歳児をこの小規模保育所に通った子の、まあ、大体19人以下で経営すると、多分6人っていうのが6人0歳、その上にまた1歳6人、2歳6人という形で、6人の子が次の3歳で上がれるようにしなさいよというのが一番大きな課題 で、今3歳児の待機児童が100万人だったかな、結構出ちゃってるんですね。112名の方が出ちゃってる状況があってですね、そういった中進級保障していくのかっていうのが非常に大きな課題なのと、あとはその法律結構乱暴で、基本的には事業者さん見つけてきてくださいよと、だけど事業者さんが見つけられない場合は、まあ、区市町村が見つけてやりなさいよということで、でも事実上その3歳の枠がない中で、あなたやりなさいよって、まあ今移行支援っていうのをやっていて、世田谷区で長らく認可外やってきた方には、まあ、この新しい仕組みに移っていただこうということで、移行支援の方は、まあ、そうは言っても、まあ、区立って何とかならないかなとか今いろいろ試算をしているところなんですね。ただこれ非常に悩ましい制度です。理念としてはいいんですけど、そう簡単にはいかないなっていうのが実感ですね。でそれと合わせて、確か小規模保育室との関係ですよね、人数が合わないで、形として考えられるのは、今の保育室プラス近隣に何かいい物件があればそこも借りちゃって認可になれないかなとか、足し算ですね、箱が1個、いやもう小規模っていう考えを捨てちゃって、
2つ、1たす1は2にしちゃう。保育所どうしようくっつけるの？今ある保育所は生かす。で、新しくどっかいい物件を見つけて、まあ、さらちでもいいんですけどね、見つけてそこにもう一個建てると。これを認可にするってこと？そう。なかなかいい物件が出ない、まあ、そうというわけです。物件そのものの話をすると、去年からだいぶ東京の物件動いているのと、まあ、新聞でも路線価が上がったとか土地産税が上昇傾向とかってあって活発なんですね。なので、まあ、活発だから手に入るってこともあるんですけど、活発だから難しいっていう側面も当然あると思ってますので、拡大方式でやっていただければなと。で、正直小規模保育事業ってなかなか使いにくいなっていうのは制度としてですね、実感はあります。29人でそのまま認可は無理なんですか？できなくはないですが、保育室の面積から、認可保育所の面積にしたときには、多分設備的に、施設設備的に足りなくなるかなと思いますが、図面も何も見てないので、ざっくりの感覚です。これの類似のありましたっけ、他に。認証感覚としては同じですね。なので、できれば拡大していただけるのが一番かなって、まあ、簡単に言うなよお前って思ってるんですけど、なんか子供子さんって書いてたさ、なんかさ、小規模プラス3、4、5でなんかこれを A 型としろみたいな溝口さんが出してたよ。3、4、5で小規模でやれってことですか？認証の0、1、2を小規模にしといて、その上にあたった三種が認証のまま残す。認証足す認証足す小規模。三種五の認証にしてくれとか言って。まあだったら三種五の認可の方がですね。三種五の。ていうか認証は東京都は看板を下ろさないと言ってますが、いつまで下ろさないかどうかわからないので。そんな感じですね。それから下、病児病後児ですね。病児病後児、ここどうするんですか？そうですね、13事業。はい。みんな、そのことは分かってますか？で、今日ちょっと病児病後児の事業料を持ってこなかったんですけど、どうなってんでしたっけ？こっちが給付で、こっちが持ってない。で、病後児については運営される方非常に苦慮しています。いつから病後児なのかということと、まあ、あと人によってそんなことないよという方もいるんですけど、比較的最近の保育園病後児受けてくれます。違うよっていう話がどこかから聞こえてきそうなんですけど、私保育園子供預けてたのずいぶん前なんですけど、結構預かれないとか言われましたよね、熱あるとね。で、病児って結局、まあ、病児もそうなっちゃうんですけど、まあ、キャンセルが多いっていうところで経営が非常に難しい事業だというところです。で、そういった中で事業量は普通にあれでしたっけ、伸ばしてる。平成25年度の実績が1万7400人日分を2万4100人日分に、伸ばしたいというふうに考えているところです。で、その次が区立幼稚園が子ども園とか保育園とか何言ってるかよく分からなかったっていうお話を出たんですけど、
そうなんです。区も何やってんだかよくわかんないけどやっちゃってるので皆さんもなかなかあれなんですけど、パターンが基本的には2つ、区立の子ども園か私立の子ども園にするっていうことでそれぞれ計画を立てています。でその中で私立の子ども園については、例えばその周辺がまだまだ待機児多いぞと、子ども園をやるよりは保育園をやった方が待機児解消効果は高いので、保育園をやるべきではないかという結論に立った場合は私立の保育園にしたいというふうに考えています。で基本的には、まあ、だから括弧ですね、括弧の話になっているというところです。でもどっちが区立でどっちが私立か発表されているんですね。してます。で今手元に何もないんで暗記もしてないのでちょっと言いないですけど、自分のがどっちに行くかっていうのだけは発表されていました。けどいつそれがどうなるか発表されてない。区立の多聞ですね。多聞が第一号ということで、多聞だけはスケジュール出てます。それが、東海道の小学校でその、まあ、場所によるんですけれども、区立の拠点園っていうのを作るところなんですね。あの拠点園っていうのは。A と B っていう保育園があったら A と B って言っちゃうと分かんない、 A ダッシュみたいなのを作ってですね、合体させて大きくして、でその対象となる保育園っていうのはもう古くて、まあ、いずれは取り壊してあの建て替えなきゃいけないっていうところを、まあ、合体させて、で拠点園、まあ、要はですね、その地域にある保育園の、まあ、いろんな、まあ、相談事ができたりとか、まあ、機能がねいっぱい詰まってるようなのを作ろうというふうに考えてまして、でそうすると2個土地が空くんですね。でその空いた土地はもちろん待機児童が多ければ、そっちの2つについてはまあ私立の保育園にしていきたいということで一部計画を進めてます。でそれから都立公園内の話ありましたけど、基本的に公園の中に保育園は建てられないんです。で都市公園法って法律があって、売店とかトイレとか、まあ、いろいろあるんです。あの法律見ていただくと分かるんですけど、限定列挙という言い方なんですけど、これと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 これしか作っちゃダメだからねって言ってるんですね。で東京都の方ではその都市公園法を東京都が言ってるのか増田知事が言ってるのかちょっと定かじゃないんですけど、新聞報道では、東京都なんですけど、都市公園法の改正をあのするように働きかけたいと、まあ、当然法律なので東京都に権限はないので、でその売店その下に例えば保育所とか書いてあればそのまま作れるんですね。で今一箇所を世田谷でやってるのは、あの公園の敷地の公園の敷地ってここからここまでが公園ですよっていうのをあの皆さんに広くお示ししてですね、まあ、告示っていう形で、それの一部だけ切り取ってここは一瞬保育園、あ一瞬公園じゃありませんよ。それが区立、それが、あれです、野毛町、でただ区立公園で一瞬そこは公園ではありませんよ。ただ将来的にはまた公園に戻しますよというあの技を使ったんですけど、だいぶなんかいろんなとこから、え、それいいのみたいな。いや、まあそれもそうなんですけど、なんで、あんまり使えないですね。33% 目指してる。あれも逆行してるんです。そっち側では。作ってるんですけど、まあ、当然、はい。公園自体を、その子どもの子育てのね拠点に変えていく、僕はプレーバックの人間なので、たくさんの親子が集まっているから、そこをそのまま子育て拠点で認めてくれって言ったらダメだって言われた、屋外だからダメっていうね、屋内でなきゃダメだって言われたので、厚生労働省の役人と、それとあと国土交通省の役人と、あと世田谷区の、公園課と児童課と、あ子育て児童課の方が、ね、混ざって1年間研究会開いたんですよ。でそしたら、国土交通省の方がそういう形で公園の中を利用することについては問題がないって話だった。ただその時には
設置管理許可という今年これの中の一部の情報を使ってそれで、自治体のそのそこを運営する例えば、子育ての課だとか保育の課だとかそこがその、公園課から設置管理許可の許可を受けてそれでそこをあの都市公園 の, あの中ではあるんだけれどもそういう形で使うということはこれはあの国土交通省はありですよという言い方をしていた。まあ、それの延長線上で、まあ、都立公園大きいのがいくつもありますから、今浜田さんおっしゃられたようなムーブメントが起きれば保育所もありなのかなと思うんですけど、まあ、相当人気出るでしょうね。なんかこう日向公園の保育園ができて今羽根木公園内の空豆ハウスがそれであの要するに外してもらってるんですよ。設置管理許可を出してもらってであのちっちゃな建物を作ってそこを子育て支援拠点となることを目指して動いてるんです。それはまあレッパーリケア的になって変わらないと思います。マニアックな話のあれですかね。サク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 いきましょうか。そうですね、認証直接契約とかどういう話でしたっけ。今度ね、全部利用調整入りますよね。入ります。その話、まあ、今でも実際利用調整入ってるんですけど認可保育園申し込んだ方は、指数って、まあ、点数がつくんですね。あの仕事どれぐらいしてるとかっていう点数がついてそれを足し算してで高い人でかつ、第一希望から、まあ、いくらでも書いていいんですけど第何希望とかまで書くんですね。でその中で、要は点数の高い順に入っていくっていうことになるので本当はあんまり行く気ないんだけどまあでも第三希望で書くかみたいな。だから本当は第一希望行きたいんですけど、まあ、泣く泣く第三希望行くという意味で言えばこれ選べないということになりますね。で、認証保育所は、いわゆる認可外の保育施設については直接契約なので、まあ、当事者同士の契約でできるという状況です。それってなんか答えになってます？いや、だから、こういうのもありなの。選んでる人もいるよねって話しなかったんですよね。だから本当に自分がっていうかまあお子さんにとってまあいいと思うところをまあ選べる。で将来的には本当にそういう状況にしたいと思ってます。でもだから質の話とつながるよね。その選べないけど第一希望にはちゃんといい園を見極めて書くとかこういう人は何だろうって親が学んでいくとそういう園にみんななっていくといいねみたいな話ですか。そうですね。子どもの声を騒音としない条例ですかね。まあこれって、まあ、法技術的になかなか調べてみたんですけどなかなかその条例って難しい。で今環境の視点で、まあ、東京都の方の条例があってでその中でまあ騒音かどうかみたいな話になってくるんですけれども現状としては難しい。いうのがあります。で、じゃあ条例にして例えばこう条例ができて、じゃあ近隣で反対の声とか上がった場合じゃあ条例を縦に無理やり作るのかっていうと多分そういうことはしないと思うんですね。で現状としても子どもの声っていう以前に保育所をどこそこに建てちゃいけないっていう法律はないんですね。でよく言われるのは大主低層住宅なのになんで建てるんだみたいな。でも別に建てちゃいけないとはどこにもなくてですね法律上認められている施設なんですけれどもまあ建てちゃ困るっていう話はそこら中である。でこれはやっぱり一つは社会的に、まあ騒音でないよっていうムーブメントを起こさなきゃいけないっていうのがあると思いますけれどもちょっと冒頭もお話ししましたけれども、まあ、みんなでその保育園というのを作っていくんだっていうような形にはしたいと思ってまして、まあ、今日なんかねお子さんに関わっている子どもに関わっている方が集まってますので、まあ、そういう方々の力をお借りしながら、
まあ、各地域でそういう雰囲気作りというのはしていきたいと思います。でだから建てる前に説明会でも反対運動が起きちゃうということですね。建ててからそうっていう話じゃなくて、まあ、建ってるとこでもいくつかありますけど、まあ、建てる前から何それみたいな感じで、あの、なので、まあ、保育園の説明会いろんなところでやってますので、まあ、ご興味があれば、今こんな感じなんだ。すごいすごい、深く深く探していかないと見つけられないんですよ。ああ、ちょっとね、もう情報量が多すぎて。インタライコサーキネットで取り出してリンク貼るんですか？何にあるか説明。でもこれは保育園だけじゃなくて、公園のこともそうだし、小学校のこともそうだし、うん、そうですね。大学の窓開けられない。そうですね。まあ、ちょっとこの話、あの多分盛り上がって長くなるんで、まあ、ちょっと区長が来た時でも来ない。わかりました。やってました。すみません、全然掴んでないです。東京都がこれに関しては、対象学会にするっていう条例を考えて、各自治体に。条例を交付した、いや条例を作ろうかな、作ろうかな、ね、ああなるほどなるほどなるほど、そうなんだ、うん、今日の公演です、すごいじゃん、ありがとうございます。それから待機で園を掛け持ちですよね、大変だと思います。でさっきの話と同じで、結局その、まあ、結局って言っちゃうと怒られちゃうんですけど、希望した中で順位つけて高い順で入っていくと、まあ、残念ながら掛け持ちになっちゃう。認可園同士の掛け持ちの方もいますし、認可と認証とか認可と保育室とか、まあ、いろんな形出てきているのは知ってます。まあ、これはちょっと もう大変申し訳ないんですけど、もうちょっとパイを増やさないと、全体のパイを増やさないとこの話ちょっと解決できないかなと思ってます。入れただけマシとか言われちゃった。まあ、あっち、あっちってこっちって、まあ、両方ともお子さんが大きくなると、年齢が大きくなると比較的一緒になれる確率は高くなるんですけど、まあ、ちっちゃい頃は難しいっていうのが現状ですね。それから待機児の数え方ですよね。待機児になってない待機児とか諦めちゃってる人で、諦めちゃ、鼻から諦めちゃってる人っていうのは正直わからない状況なんですが、今回のその、ですね、なんていうアンケート名でしたっけ、あ、ニーズ調査ですかね。ニーズ調査をしたときに、数は拾ってます。で、ですね、某自治体は、ニーズ調査をした結果、下方修正っていうのをかけましたけど、世田谷は国のフォーマットでこう入れていくんですね。でそうすると保育の必要な量が38とかだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど出たんですけど、これちょっと低くないっていう感じでですね、情報修正してますので、パーセント、さっきのあれだよね、人口比率が中学前に1万6千ぐらいでいいよっていう国のフォーマット通り、国が決めてるんですよ、こういうふうに入れろって。でその通り入れると1万6千ぐらいだったんですけど、いやそれでもちょっとおかしくねみたいな考えてまして、まあ当然松田さんとかにもね意見もらったんですよね、多分ね、待てなかったで約2万ですね、1万9千何本で、ボークは下方に修正したりとか、あ、区とか言っちゃうと終わっちゃう、新聞でも出てましたけどね。っていうので、まあ、とにかくなるべく諦めちゃってる人も拾えるようにっていうのはやってますけれども、じゃあ本当にそれでいいのかって言われると、もしかしたらまだまだなのかもしれないと思います。でそれはさっきの23区とかの使ってる割合とか見ていただいて、だいたい45、6とか作れば落ち着くかなと思ってるんですけど、
ゃあ今後の江東区の伸びとかがなんか注目でもっと作んなきゃいけないのとか悩ましいところで、待機時の数え方ですよね。これ私も丸暗記してなくてですね、これ見ながらでも分かるんですけど、公式あるんですか。いや、まあ、こんなんです。こうなって1000円簡単なんですよ、そんな難しくない。4月1日現在の認可保育園の申し込み者でまだ入園できてない世田谷区民の児童数2460。ここからですね、引くことのなんです。で、区が、なんていうんですかね、運営するのに補助金を出しているところは引いてるんですね。例えば保育室、保育ママ、家庭的保育事業、認証保育所、それから幼稚園の預かり保育で、これも保育園と同じような時間やってるところですね。幼稚園の預かり保育でも夏休み、冬休みやらないよっていうところは入れてないですね。で、それから定期利用保育、これ定期利用保育ってご存知ない方は全然何のことか分かんないんですけど、新しい保育園を作ると、大体4、5歳って埋まらないんですね。だいたい4歳とか5歳になればもう行くとも決まっていて、まあ、今さら新しい保育園もなみたいな方が多いので定員に空きが出る。そうすると面積人に余裕が出るので、1歳の方とか2歳の方を中心に、1年間だけ預かるよって仕組みが定期利用保育なんです。それから家から半径2キロ以内に認可保育園の空きがありながら入所してない方、で普段の年はここまでなんですけど、今年はですね、緊急対策保育事業を利用している方、これご存知の方は知ってるんですけど、去年建設関係の工事の遅れがあってですね、プレハブを急遽作りました。この部分、これはもう普段ないです。で、これをざっくり全部引くと、ざっくりじゃないですね、正確に引くと1109、最後引いたところが1109になるというもの。保育っていうらしいですよ。ああ、それはあれですね、上村っていう人がよくダジャレを言うんですけども、この数え方が視聴者によって違う絡みになっちゃってずるいっていうことっていうのは、そうですね、うちのトップの方がよく言って、もしかしたら MX 映ったら見たいなと思ってたんですけど、なんか映んないみたいで、今日生中継で多分視聴率とか 0.07% です。ということです。で、これも、まあ、某政令指定都市とかは数え方違うんじゃないかっていうふうに言ってます。まあ、ただ数え方がどうもって言っても、結局保育園に入らなくて困ってる方いらっしゃるので、まあ何らかの形で待機児童っていうのは出して、でそれでまあとにかく保育園頑張って作っていこうっていうのが中区の課題です。それから、まあ、この辺なんですよね。あの土地情報ですよね。あれ、都有地でデベロッパーに売っちゃったってと、どこですかね。塚野小学校の向かい の自転車駐輪場だったところ。自転車駐輪場、いいとこだね、惜しかったの。自転車駐輪場って自転車撤去場、あ、道路耐え内地でもういらなくなったんですかね。道路計画が終わって土地買えるんですか。土地は基本的に買いはほとんどないですね。あの梅ヶ丘の病院の跡地を今度区が買うので、しばらくはあのお金ない、買うお金ないです。で、だから借りるのは基本ですね。そんな借りてるんだったら買っちゃえばいいじゃんってみんな言うんですけど、まあ、お金がないから借りてるわけで。で、あと今後ちょっとそのうち本庁舎も建て替えないと本当に日々まずいんで、私の上司は
椅子が転がらないようにそういう椅子使ってるんですよ。なんでかっていうとちょっと傾いてて下の転がるのがあるとなんか知らないうちに違うところに座るそういうところなんで、もうシャレになってないです。内緒です。はい、ですね、まあ、それから、まあ、この辺今のあれですかね。なんで、あとはまあ、情報をいただければなっていうのはあります。そう、ここら辺いいんじゃないのみたいな。でもお金ないですね。お金はないんで、借りるって、まあ、借りるっていう選択肢と、あと東京都の場合、都営住宅を高層化して空き地が出た場合福祉インフラ事業というのをやっていてそれを貸してくれてるんです。でそれを保育の事業者が直接借りる仕組みがあるのでそうすると非常に一番いいんです。で東京都でどんどん土地出してもらって保育の事業者に貸していただけると大変ありがたいところです。だからまあこの辺も、まあ、そうですね。でそれから大きいマンションを作るときに作れてでこれ義務付けられないかってちょっと法律研究したんですけども義務付けはちょっと難しいんですね。で住環境条例っていう中で、今年の4月から50戸以上の、マンションを作る場合は協議しろというのができてます。それは条例ですね。協議です。まあ、義務付けちょっとねできないから研究してみたんですけど、それは近隣地域と協議っていうんですか。いや区と協議。区とですか。区とその事業者か。区と事業者か。まあデベロッパーさんですね。あ、思いつくことはいろいろやってるってことですね。それから保育士の確保っていうのは株式会社さんなんかは結構なんか綺麗なパンフレットとかでいろいろうまくやられてますけど言い方よくないかな。別に批判してるわけじゃないですよ。で、小さい保育の事業者さんたちは結構採用そのものが久しぶりだったりとか新しい保育園作るときに10人とか20人募集しなきゃいけないということで普段やってないことがわっと来たりしてああ大変みたいな話はよく聞きます。でちょっと適正については私よくわかんないんであれですねあれですねっていうか、まあ、それぞれなので研修とかはあるんですか。あります、はい。でまあ、質を上げるための取り組みについては民間団体と組めるというのは、まあ、それは当然そういうようなことをいろいろやっていきたいと思ってます。まあ松田さんのこういう何ですかね会に呼ばれてこういう話をするのも、まあ、そういうのも一環かなと思ってますけどね。それから他地域との違いは、あ、これあれですかね、杉並区が認可外の保育施設に使った場合親御さんに補助金出してるって話ですかね。まあそれはちょっと考え方の違いなので世田谷区ではやっていない。まあ認証の差額であるとかあとはその、保育室保育ママのその差額みたいなのはやってますけれども完全に認可外というのはやっていないっていうのが現状で、で、3、4、5歳にさ出してるんだ自主保育の人とか自主保育杉並違う世田谷自主保育の自主保育は世田谷1年間に1万円とか年間に1人1万円そう、ね、年間ね子供5歳以上の子供が5人以上揃うと1人につき1万円活動年間10人いると年間15万くらいもらえるみたいな。だってしかも3、4、5歳じゃないだけでも3、4、5だから幼稚園的なそうだね中高院、うん、保育園のことだよね。ただ正式に言うと世田谷区にやってる保育地制度って認可外保育室なの認可外保育所なので、うんまあ、大きく分けるとそうですね認可保育園っていうカテゴリーと認可外、まあ、保育施設っていうもので認証とか保育室とかそういったものは全部認可外のカテゴリーにはなってます。そ
それはですね、保育室とかではないところにも親御さんに補助金を出して、杉並に保育室という制度があるか、保育室は東京都で広くやってたものなので、まだ残っているところもあります。でも、まあ、今はとりあえず前向きに、あのあれだよね、あの新制度に移行するにあたってはこっちの方向とか言ってもらおうと思ってから、無認可を放置しつつお金を出すということは考えてないってこと。そうですね、それを認めるっていうことになっちゃうからってこと。まあ考え方はいろいろあると思うんですけど、まあまあそうです、それから幼稚園希望者減ってないですね。で、あの資料から見ると、昔は多分何にも使われてなかった方が結構いらっしゃったんですね。保育園も使わない、幼稚園も使わない、でそういう方が本当にまあ減りつつあるなということは、あの感じます。幼稚園も減ってない、保育園も減ってないみたいな。で、相対の、子供人口は増えているっていうところで、今、あの、なんていうんですかね、誰もお客さんがいなくて困ってるっていうのは、いない状況であります。特に3歳が入れないですか？今、人数で言うと、1歳が一番ですけど、あ、保育所。うん。あ、幼稚園はあのよくそのなんていうんですかね、行き場がない。今って大体あれですかね、3歳になったら幼稚園に行くもんだっていうような世の中ですかね。ただ区立は4、5なので、ちょっとゆっくりしたい人とかは3歳に行き場がなくて、私立幼稚園断られちゃうというか、いうのがさっきおっしゃっている区立を頼みに待っている。それから園庭、公園、雨天地、これまああれですかね、同じカテゴリーですかね。まあ、園庭って当然その、まあ、今日保育士さんいっぱいいらっしゃいますけど、園庭があった方が、要はその 園外に連れてって公園までのその道中ですとか、要はその安全にまず移動させることに神経を使うっていうこともあって、園庭っていうのはとにかく絶対欲しいっていうのは、あの保育園の方から聞いてる話で、国の基準上はですね、あの面白い話って言っちゃあれなんですけど、子ども園は園庭用意しなさいよ、必ず用意しなさいよって言ってますね、幼稚園。保育園については大体でも感ですよ。大体っていうのはユーロスに公園があるんですけど、ちょっと不思議な区分けがあってですね、厚労省の人に聞いたんですけど、よく分かんなかったです。まあ説明していただいたんですけど、だから世田谷区としてはできるだけ園庭っていうのは あるようにっていうことでやっていきたいと思ってますが、まあ、先ほどの騒音の話でもそうなんですけど、園庭で遊ぶのは何時か何時までにしてくれとか、いろいろ制限がつく場合もあって、でちょっともうこれ思い切って園庭しかない保育園とか作るかとか真剣に考えたんですけど、園庭しかない、園庭しかないです。だけどそれが保育園じゃないんだけど、保育園から遊びに来るみたいな。でもそんな保育園の子しか遊べない。でもそんなの作ったら松田さん怒るだろうな、やめましたっていうぐらい、ちょっと園庭今難しい話になってます。で、公園も、まあ、あの場所によっては本当に保育園、いろんな保育園の方が来て大変だっていうお話が聞きます。でまた雨天時も体を動かすっていうことで、ちょっとなんとか、まあ、ホールみたいなのをなんかできないかなとかいろいろ考えてるんですけど、考えてはいるんですが、全く具体的に何かにはなっていないです。児童館は一部使ってるところもあると思うんですけど、何か言われます？言われません、団体で行くと嫌がられるんで、まあ、ちょっと今日の話は児童課長に言ってみます。
で、まあ、この辺の話はあれですよね、ちょっと冒頭。ちょっと最後みんなで話したい。そうですね、これはまあ、すごい大事な、一番大事な話ですよね。今はその保育園に入れないっていう話があるから、じゃあその待機児童をとにかく解決しなきゃいけないっていうことで、どんどん保育園作れとか、保育士足りないからなんとかしろとか、そういうふうに言っちゃってますけど、まあ、本来的には、まあ、当然こっちだと思ってますし、まあ、5歳義務教育課の話がもうちょっとちゃんとしてくれば、こういった部分にも国としても、まあ、スポットが当たってくるのかなというふうには考えています。なんか多分漏れてると思うんですけど、なんかこれ全然答えてもらってないみたいなのがありましたら言ってください。いいですかね。待機児童っていうと、これなんかいつもやっぱり気になるんだけど、待ってるのは親であって子供ではないっていうね。で、子供の問題にするなって思うんだよね。で、それは親の問題であって、で、その親の保障をどうするかっていうことについては考える必要があるけれど、今言った一番大事なんだ、その保育はっていうのはね、あれは子供の育ちの問題なんですよ。つまり親の問題ではない、その子自身の育ちの問題なので、分けないといけないっていうのが 別問題にして、で親の動きばっかり聞いてて、で子供の育ちのことなんか全然喋ってない。今日もいつ喋るんだろうと思ったけど、これなかなかなんないんだよね、大変だから。子供の育ちについて並行してやらないといけないんですよね。そうだからね、本当は子供が育つって一体何なんだっていうことを中心に置かないといけない問題でもあるわけじゃない。ただある意味、認可園は猛烈な中でこういうことやってるんですよ。入れたらその質の保障が結構得られてたりして、本当はちゃんと集団の中に入った方がいいよね、この人という人が入れないっていうのを受けてるのがあって、だからどこにも必要なんだけど、保育園じゃなくて保育っていうのがどう子供に必要なのかっていうところが、もうちょっと親にも伝わらないと、まあ便利なところにとにかく入れればいいみたいになっちゃうけど、そこで何が怒られてるのかっていうのはあんまりよく分かってもらってないなっていうのは。でも質のいい保育って言ったら、質って一体何だっていうことについては、ほとんど話されたのって、質がいい質がいいとか、あるいは何かすると質が落ちるとかって言い方があるけど、じゃあ落ちるってどういうことなのとか、その質、それは保育なんだ、保育士はもう一つやっていますよ、保育士はそこはできるんだよ。だからそこに全然ギャップがあって伝わってなくて、だからガイドラインとか見たときに共感できるかどうかってところもそれなんだけど、一般の人ガイドラインみたいななんかよくわかんない、それどうやって人間化してるの。いや親なんか親の意見なんていうの、ほらいろんなクレームじゃないけどさ、怪我ちょこっと怪我したらなんで怪我させたんだって、それは質のものって言われて、保育士はそんな、いやでもそんなことを言う保護者は少ないですよ逆に。そ うちだからゼロからに預かってますけど、やっぱり引っかけて1個作って少しの爪伸びてる子のちょっと触っただけで子供甘くなるけど、一瞬で消えるけど、でも保育士はみんなもちろんそういうの気づくし、でも何て言うかな、そういうことも全くなしにするとかじゃあやっぱり無理が生じるのは分かってるし、その何て言うのかな、保育の質って何なのって問われた時に、その何て言うかな、現場ではちゃんとそれは発達保障とか友達との関わり合いとか、中には病院にかかれば発達障害の扱いを食らっちゃう子がいるとしても、いやいや、うちの職員のうちの施設の中で見て、うちの職員の目から見たらこんな感じ、保護者から見てもこんな感じ、あ、じゃあ医者とかカウンセラーの判断が誤りだったねっていうこともあるし、それはなんでかっていうと、やっぱりそれだけその子に、あ、この子はちょっとここが必要だから、こういうアプローチをしていこう、こういう遊びでこの子のこういうところが育っていくんじゃないかっていうの、じゃあその子にいかにその遊びに興味を持ってもらおうかとか、そういうこともちゃんと考えて保育をしているわけだから、その中でこれね、だから例えばさっきの騒音の問題とか、子供が外で遊べない問題をじゃあどういうふうに対処するのかとかね、例えばそういうコミュニティワークの力とか、例えば公園に行っていくつもの幼稚園や保育園がぶつかった時に、あるいはそのいくつも入った時に、その一般から行く親子が入れないっていう問題とかね、そういうのが苦情として講演会に行って、だから保育園は幼稚園
あの団体で使わさないでくれみたいな話が言っちゃったりするわけだよね。だからね、俺多分そういうの全部含めた子どもの環境問題を非常に質と捉えてるわけでね。だから中のものだけ見てればいいって話だと俺思ってなくて、でそういうようなもっともっと子どもが育つということの質を本質的に高めていくってどういうことなのかっていうね。でそこにかかる専門家として何をする必要があるのかとかっていうことを多分もっと深めていかなきゃいけないんだと思うんだよね。でそれに今篠田さんが言ったことは保育士は語れるけど、それはじゃあ保育園に通っている親はその保育士の思いを理解しているの？うちは、まず説明会とか見学会とかに来た人に対してはまず入所の説明うんぬんかんぬんしますけれども、して、あとはそのサービスっていう言葉とね、でもサービス業じゃないからねと、あくまでも私たちスタッフを組んでお子さん育てていくんですからねっていうことを説明し、あとは入所できるかどうかわからないけれども、まあ、入所の申し込みからね入れるまでの間の期間は例えば、広場とかシップとかセタプレとかそういうとこもありますからぜひ行ってみてくださいっていうことを言ってます。珍しい保育園かも。うちに入ってくればっかり言ったってしょうがなくって、本当にあなた働きたいの、本当にあなたは子供を預けたいのっていうのはやっぱり見に来た人に逆に施設側から問いかけてあげないと、じゃないとこの先お子さんを預けて働いていくときにお母さんはフラストレーション抱えながら、お母さんお父さんのフラストレーション抱えながら預けることになってくる。それは誰にとっても幸せではないから、まず自分で判断して3ヶ月かもしれないし半年かもしれないし分かんないけどっていうのをまず投げかけます。それは当然だからね、あのやっぱり説明を聞きに来た時に、この間うちでやっぱりうちは認可外でやっていて、それでお母さんたちは今本当にその子を認可外に入れなきゃいけないのかどうかもう一度一呼吸で考えてみてっていう話をしたの。もしかしたらその子にとっては自分のことまだ2ヶ月3ヶ月の子を抱えてきて、とにかく保育園に入れなきゃ入れなきゃしか見えてないお母さんたちが、もしかしたらこれから2ヶ月また1歳ぐらいになったらこの子はあそこの幼稚園に入れたいっていう考えになるかもしれないとか、そこのところを見極めるのがあなたがお母さんとしての役目でしょっていう話をして、そのために例えば認可外、認可外はじゃあそれじゃあ入れないからそのために認可外を1年とかね利用して、その間にゆっくりご自分のお子さんと向き合って、じゃあ幼稚園違う方法、うちなんかは幼稚園に行きながら二次保育でうちの前に園バスを止めてもらって小学校まで卒業、あの小学校まで行った子がいて、そのお母さんはどうしてもうちの子はあそこの幼稚園に入れたい、でも仕事には復帰しなきゃいけない、だったらじゃあ、 あの仕事までの帰ってくるまでの間家に帰ってくるように小さい保育園にあのお家に帰るように帰ってくるっていう方法ないですかって相談されたから、だったらじゃあ幼稚園の方に園バス 1本道路を変えてここ通ってくんないってぶつけてごらんって言ったら、幼稚園側がそれを飲んでくれて、うちの保育室の路地一つのところにバスを止めてくれた。それでそのお母さんはうちの子は幼稚園に通わせたい、幼稚園に通わせながら仕事を続けられるって、そういう方法とかいろんな選択肢をもうちょっとゆっくり自分のお子さんの顔を見ながら考える余裕を持って、それでやっぱり自分の子はどうやって育てていきたいかを考えるのがお母さんの役目じゃないのっていう話をするんですよ、いつも。そうしたらお母さん、地域の方の人がやってあげられたらいいなと思う。そうしたらそういうことを言われたのは初めてですって言われて、保育園の説明に行って認可園にしてもどこに行ってもここのうちの保育園に入るにはどういう順番を取ってください、どういう抽選をしてください、じゃあはい、はい、これで説明会終わりですっていうことだけで、だからうちに入ってくださいっていうことじゃなくて、うちはこういう特色ですから、それがあなたのお子さんにやりたいことであるならば選んでもらえばいいし、それでもやっぱり認可園というかここは違うわと思ったらそれは考えるべきだと思うしっていう話を先にすると、そういうことを説明をしてくれないと。言われるのは利用者新事業っていうので多分やばいなと思うんですやっぱりなんか視点が変わっちゃってるよと思うんです。さっきそこに書いてる直接契約がどうなのかで、認証保育園は直接契約できる、でこれは利用者も選ぶことができるけど、保育園側もいやうちとちょっと合わないから僕は考えてみたらって言えるわけですよね。でも認可保育園になると利用者はここ嫌だって言ったら断れるけど、保育園側はもう何でもいいから入れたいっていう人を拒否することができない。
考え直してって言えないわけですよ。ちなみに小規模保育になった場合もできないですよ。そうですよね、まあ、国の制度に乗っかった場合もできない。東京人間も同じ法奪義務、そこの理由がなければだからそこが多分一番実際現場としては一番ハードルが高い。まあ、そうなんですよね。やっぱり説明、今うちも直接契約だから説明しますよ。半年から外連れてって変なら捕まりだし、外で捕まりだし、ベンチでもするや、あの間違って話しゴンとか動いて怪我するから、そういうこともたまにはありますってはっきり言っちゃいます。ぶっちゃけて言っちゃいますよ。だけどそういうのが嫌な人、うちの子供外なんか置いたことないとかいうお母さんもいるから、そういう人はやっぱうちを選ばないからし、そういう方はうちはやめた方がいいですよって言います。そうそうそう、そういう意味でだからうちはそう同じように大きい子と一緒にいれば悪いことから覚えますから。でもあのね、ママザレフルムより育てたい0歳が悪いけれども、子供の親の話になっちゃったりとかほら、あの子供にとってどうなんだろうっていうのを語ったり一緒に考えたりするのはね。そうそうそう、でも保育っていうところだけで切り取るんじゃなくて、保育があってその子が小学校になって思春期を迎えてるっていう人生の中の一番根っこに当たる部分、そこをどう過ごすかっていうことをここだけじゃ終わらない、ここに至るまで その親も一緒に、その保育の時期に親も過ごすことっていうの、親も成長する、そうすると思春期とかがこう楽に迎えられるとかいうような、そういう視点が欠けてるんじゃないかなってすごく思います。それは誰に欠けてるの？親に。保育園の人と保育園の人と向かわせちゃって、だんだん獲得していくものかもしれないね、今となって。でも絶対楽になるというか、その、ね、この土台をどう過ごすかっていうのが、その、なんていうの、ライフスタイルをどう考えるかっていう、その大きな広がりの中での一部が保育だという考えが、ちょっと。その親の視点っていう、その親の都合っていうことになるとかけてるんじゃないかなって。絶対働かなきゃいけない場合、家計的にもね、もちろんその働く女性が、お母さんが考えてないわけじゃないんだけど、本当に入れないと大変なことになるという、そう、完全にあるので、なんかそこでそういう切羽詰まって絶対入れなきゃ、私も4ヶ月で入れたんですけれども、本当は1歳でも良かったかもしれないけど、やっぱりキャパの問題で0歳で認可に入れなきゃいけないっていう、すっごい手番が固まってたので、で結果的に保育室に行って、本当にいい保育室だったので、3年間行かしたかったけど、1年目で認可が、申し込みが通っちゃったので、泣く泣く保育室を離れて、さっき の本当だったら連携がもしあれば、保育室に3年行って、こうしてやりたかったら、なんか思いと全然施設の制度の問題で、育てたいって思いと一致しないっていうのは、確かにあるわけです。まあ、それも単純にさっきおっしゃった、パイの問題に全然あるのかな。フリートークタイムなので好きに言ってください。でもまあ、なんか保育園って実はさ、この子育て、今言ってたのって子育て支援なんだよね、きっと。保育っていうか、扱うっていうことだけじゃなくて、地域にいる子供にのことをその地域の園としてやるみたいな。じゃあ、一つ、いいですか。はい。課長がどう思ってるかっていうか、これは世田谷区がどう思ってるかとか、東京都は国は、まあ、根本的には国がどう思ってるのかってことになると思うんですけど、サービスっていう言葉が嫌いだっていう話があって、なるほどと思ったんですね。で、僕は国が言ってる言葉が嫌いなんです。措置、僕はサービスっていう言葉より措置っていう言葉が嫌いなんです。で、この今話してる内容で、子どもの育ち方とか、どうやって親が、地域住民が大切な未来の財産である子どもをしっかりと育ってもらっていい国を作るのかって考えなきゃいけない大前提の部分で、保育に例えば子どもを預けるときに点数つけられて、措置制度としてかわいそうだから助けてもらう必要があるんですよ。
これ保育の根本的な大問題だと思う。それ保育にかけるってやつですか。まあ、今までの、まあ、そっちです。で変わるんだよね。保育にかけるとは言わなくなる。でもじゃあ、だから措置、措置なんですか。措置じゃない。あ、措置じゃなくなって、措置じゃなくなって契約になったんですよ。そう。措置。措置か措置じゃないかって言えば、措置っていう状況ではない。ただ、全然量が足りてないので、措置的になる。優先から入れざるを得ないから、全数が足りない。それじゃあ、やっぱり子供が浮かばれない。親もやっぱり浮かばれないという話だと思う。そう。ここにいる人たちでみんなで理想の無認可保育園にして契約で保育やればみたいな。そうするとでもそこに入れないからやっぱりだ、ね、そっちから待機が出ちゃう。そう無認可保育園の待機がいっぱい出ちゃう。だから近所が一番行きたい保育園なのがいいんだよねと思ったよね。選ぶとかじゃなくて、うん、だからさ選べないけどそこが家になっていくためにじゃあ、うん、あなたじゃ何するのって話もある、うん、地域の人も入った人。そんな中でさっき発達障害で追い出されるとかなんとかって話があったんですけど、うん、それってどういうことなんですか。あ、私立の保育園だと危ない、他の子供に引っかえちゃったり。幼稚園でしょ。あ、幼稚園だよ。いや、噛みつかれたりして。幼稚園だけ、まあ、ない話も聞きますよ。まあ、私もそう、どっちもあるんですけど、あの、やめてくださいって言われるんです。中度のアレルギーがあるとかね、いろいろその引き受けられませんっていうの。幼稚園のこのキャパ、先生たちのキャパではこの子がいることでみんなの安全を守れないから私たちはできませんって言ってるでしょ。それは認可を受けてるんですか。認可を受けてるんですか。認可はそれはない。認可はないと思う。私立幼稚園じゃない。私立幼稚園とか例えば認証なんかでも契約だから断れますから、うん、でもそう入った時は親は気づいてないし幼稚園も気づかなかったけど、うん、成長に従ってそれが発覚してきたら、うん、追い出されちゃって、で今までだったら区立多聞とかに行くとその子に一人保育施設じゃないけど見てくださる人をつけてくださってたんですけど、今その保育時間が伸びちゃったのでそこが人気が出ちゃって空きがない。そうすると追い出されるけど入るところがあふれちゃうんです。そうそう、あふれちゃうとかですね、やっぱりこれと同じようにノーマライゼーション第4期なんてやってるじゃないですか。第4期なんかもバルコメント出してくるで、やっぱりその障害のある子って入れないんですよ、加配がないと。だから始末の時期じゃないと入れないとかっていう問題もあってですね、このあたりをちょっと考えてほしいなって思います。一応場合として助成金という形でね、施設には来るわけです。そういう障害のある子をね受け入れる場合はね、一応あるわけで、そこでその金額でまあ雇われるだけの人をまあ入れてっていうことはできなくはないんだけれども、やっぱりそこは施設判断で嫌だと思っちゃうんでしょ。お金を取るのもじゃなくて嫌だなんでしょ。まあ本当にうちはそのスタッフのスキルとね、能力の問題もある。ただそこは何でしょう、措置や措置っていう言い方はまた変だけども、あの保育として、預かることをですね広く、うん、思ってくれるんだったら、そこは大変な子であってもですねちょっとこう一緒に暮らすことを考えてほしいなと。だからほらなんか現状問題とか結局金目でしょっていう話で、ね、お金が儲かんないから返上しようかなとか、乗っかってもメリットないからやめようかなっていう話だから、まあ、事業者さんにそれを訴えていく必要があるかもしれないけど。いやでも今のはだからやっぱり豊かな保育って何だっていう人、ちゃんとね、そういう人たちが混じって一緒にやってくれる。そうそうそう、だからそれが、そういうような子たちが一緒になって育つことができないなんていうのは、それはもう大人の力がないっていうことを明快に示してるわけで、だからそれ自体がやっぱり豊かな保育から遠ざかってるんで、だからそのこと自体はね、本来のこれもね、すべての子供にって言ってるんですよね。全然すべてでもないし、あそこはでも世田谷でそういうふうにしていこうよとかいうのはありだし、高校生としてねそういうことを考えてる人があまりにも少なすぎるみたいなところはあるから、考える人を増やさないと
なんかやっぱり学識の人と事業者の人で話が進んでいるわけです。その中のことについてはより良くなってるけど、なんか保育園出たらとか入れなかったらそこ荒れ地みたいな感じ、まあ、困るし、子育て支援のところも薄いけどちょっとやるから全部考えないとねっていうのはあるの。ちなみにあの保育はかけるはなくなって、あの必要性の認定になったんですけど、必要性が広がったんですよね、条件が。そう、もっと申請できるようになるんですよ。加減が48時間ですよね、絶対早く。今と同じですよね。だからあの 1ヶ月に働く時間決めていいんですけど、それ以上働いてれば申し込めますって言って、国は48から64までで幅取って決めていいよって言ったけど、世帯はちゃんと48にしてるんですよ。だから週何日のパートの人も申し込めるし、あと病気の時とか、あの仕事を探す時とか、から学校に行くとか、いろんな理由でも申し込めるようになってます。すごい広がってます。なんでますますね、あのなんていうか、みんなに授業を受けると、働き方に関係なく子どもがきちんと養育業務を受けるとか、そういうことには進んではいるけど、現実これなので、だから両方必要。ただなんかさっきのさ、その措置という言葉がなくなったのいいことだと思うんだけど、やっぱりその使ってた当時は必要だったんだよね。つまりこう貧乏で、それでちゃんと食べるものも食べられなくて、その稼ぎをしないと、どうじゃないけれども本当にこう生きてもいかれないなっていう状況の中で、あのその子たちを預かって食べるものをちゃんと食べさせて、だから措置をするっていうね、教育にかけるっていうのが、やっぱりそれが本当にこう重要に考えられている時代があって、それからずっと変わってこなかった。あとでもさ、そういう人にちゃんとあの入れますって、あの職員の人が堂々とやれるっていうことだったんじゃないの、措置って。でね、今ね、だから俺が一番言いたかったのは、あの要するに今一番子供にかけてるのは遊びなんだよ。でね、それがね、最もかけてるの。特にやっぱり外遊びで、ね、それがだから家の中に置いとくだけではもう全然できなくなっちゃうっていう状況があるので、これはやっぱりね、あの質の高い保育って言った時にやっぱりこう社会の動きをしっかりやっぱりね捉えて、であのそれでやっぱりその騒音問題っていうのは大変な問題なの で、 あのでそれに対抗できるだけのやっぱり大人の力をつけていかないと、子どもの外遊びなんて全然保障されなくなってるんだよね。であの子たち育つ力持ってるんだけれども、大人たちの場合もそういうようなところでやっぱりこうなかなか難しくなってるから、やっぱり社会問題の変化とか、あの子どもが必要としていることが何なのかとかっていうことをやっぱちゃんと捉え直していかないと、多分その育ちの場としてね、保育園が、あの子ども園があの役に立つというか、その何て言うかな、こうやっていくんであれば、今最も欠けているものをやっぱりもう一回措置し直すっていうね、それこそ変なことね、あの外遊びを措置するみたいな。ね、多分ね、ここにいる人の関心はほぼこっちなんですよ、実は正直。だけどこっちの文脈知らないのに、そこだけ言ったって今こういう状態ですって言って、みんな戦えないから、ここの言葉を持たないと私はいけないと思うんですよ。で今日初めて聞いた話もたくさんあると思うんですけど、何も考えてないよね、ただ保険すればいいと思ってるねって言ってるだけじゃ、隙間も見つけられないし、方法も考えられないので、ここはここできちんともっと学んだ方がいいと私は思っています。でこの中にもできることって、もっともっとこの中でやれることも、そのソータ遊びだったりあると思うから、まずここの状況はきっちり私たちも知って、そこからちょっと戦略考えないと。こんなことはさ、保育者の人たちみんなさ、だってご料理とかってさ、ね、学校まで行って学んでるわけじゃないですか、発達だって。一つの活動でこの5つをどうやって網羅するかみたいな、常に考えて、こう料理を健康に年間で全部言いましょうか、今日はだから、なんか戦略としてあのそっちの悩みを教えてよって言いましたので、まあ、こっちも正直に言ってくれたというところで、まあ、別に戦おうとしてるわけじゃないんですけど、うん、でも一緒に考えてあげないと、こっちはこっちで困ってて、ほらいいやな、来そうなわけじゃないですか。でも勝手に治る人ってよかったね。高齢者の人もいますからね。もうね、散々やられちゃってるしね。だから、まあ、ちょっと今日はもう9時なので、あの、ね、ここの部分もう一回またやってもいいかなと私は思うんだけど、まあ、これをやっぱり状況はこうであと数年続くと。
なんで必死ですよね、とつたましまでしてやってるので。だけど、じゃあどっちかって私たちが子育て支援で入る前のところやりたいと思ったら、そこはそこで園に入れなくたってこっちがあるよって言いたいし、うん、それはここでやるべきことかもしれないとか、両方が仲良くなってた方がいいねと思って、うん、なんで、まあ、今日はちょっと、ま、学ぶのが強かったですけど、知ってる人にはね、社会ステップ4の話だけど、このギャップがあるんですよ。そっちって私感じ取れないですよ。加配って何ですかって加配で配加配なんて聞いたことないよね。感じ変換できないような言葉を使っているから、やっぱちょっと通訳しないとここで一緒に話し合うことができないから、まあ、保育課の方はこっちなんじゃないですか。ここは整備担当課とか保育課はあるし、なんで、まあ、でもまずね、方向性はちょっと探しっていう状況のそこで、今日は、でも、別に休んでるんですね。いつかでだって夜中までやりますよ、私たちは。だけど、なんかやっぱり保育がどうのこうのって、で保育がその、うん、建物とか土地っていうそこになんか縛られているから解決策が見出せないような気もするんですよ。でもうここに地方保育ずっとやってる人もいるし、プレパークの人もいるし、あとは野外保育やってる人もいるし、ってなるとそこ の, その子供を育てる人の受け皿の多様性があったら、別に園舎園庭がなくたって子供を預かって育てられることができるんですよね。でもっとお金かからなくてできるし、だからそういうふうなところに新しい、なんかこう世田谷だからできるもう一個 の, その子供を預かれるような形を作っていけば、別に場所にとらわれるできるような気は僕はするんですよ。何を外すときの時はね、児童館の人がそれを模索してたよね。そういうあとは増床、児童福祉法で、ね、あの設置の最適化があります。いやだからやっぱ直接契約の委任会が今のように作ってしまうっていうゲリラ方式を直接ケアの似顔絵なんか最高ですよ。トークするか独立するかということで、ちょっとあの飲みに行こうと思うので片付けもあるので終わりにして、最後に田中さんにまとめでちょっと何でもいいんですけど、すいません、なんか拙い話ばかりして、まあ、本当に子どもにとってどうなのかっていうのでや、まあ、議論していくと楽しいし、あの仕事の組み立ても面白いんですけど、残念ながら私がやらないってのって こっち側で、こっち側をやるよっていうのでわざわざちょっと作ったかなので、まあ、私の方はちょっと新物狂いで、数を作ります。なので、まあ、皆さん方、まあ、そっちの方の支援もしていただきたいんですけど、地域に保育園が必要だっていうところで、あの保育とは何だろうみたいな、あの子どもの育ちって何だっていうのは、あのそれぞれの方々でやってていただければなというふうに思ってます。当然あの区の方も保育課っていう部署は昔からちゃんとあるので、あの保育の質の検討もしてるのもそちらなので、まあ、厚田さんがですね、今日こういった貴重なお時間を作っていただきましたので、これをきっかけとして、いろんな話ができたらなと思います。で、まあ、私区役所ですとか街中で歩いているところを見たらお声かけしていただければ歩けない、一部歩けない地域も今あるんですけど、石投げられて、あ、言っちゃいけない、どうもありがとうございました。第6回は10月30日の同じ時間で、梅ヶ丘パークホール、何曜日でしたっけ、梅ヶ丘パークホールっていう、なんだろう、赤月通り沿いのところです。でテーマは若者支援なので、若者支援という言い方も好きじゃないけど、一応若者なんかちょっとこからできたんだけど、まあ、でも39歳までの若者なんだ。そう、ヘルト最高、私もで若者支援というテーマでやります。なんであの妊娠期間が緩めないの時に10代の妊娠
母が出てきたし、あの外遊びの時も居場所の話が出てきたし、受講生ちょっと広げて、今度青年期とかだと聞きますと、期待したいと思います。なんかその新しくできた若者支援の人とか、あの会員が、皆さんも来てくださると思うんですけど、でちなみに、なんか、ずっとやってるので、最後、なんか、みんなでなんかしようと思って、あのキャロットタワーの、なんかワークショップスペースを取ってあげる。了解。昔、メッセやってたとか。で、ね、カフェとかもできるし、で、なんか午後からと夜と両方あって、こっちはなんか当事者の人に来てもらえる感じですかね。こっちは夜はまたこういう感じで、こう国会なのかなんか分かんないけど、今年度の最終取りまとめをやろうかな、誰にも言われてやってるじゃないですけど、勝手になんか楽しそうなのでここで何かしましょうっていうことだけ場所を取っていただきました。だから自分たちであの中堅会議まで行ったんですけど、その方が取ってくださったので皆さんそれは厳命していただいて、そこを伝えます。またご意見いただいて、でこれについて次どこでやるかまた考えます。あとこういう何かテーマがどういうのがいいかとかあればまた教えてください。ここでここであそこ、いや、いじめないってやった時にこっち側に出てきた、だからここでやったらいいかな。で、なんでテーマを教えてこれ続きやりますか。子供にも続きやりたかったんだよね。だからそれと一緒に、ね、子供が育つみたいなのでやれるといいかな。あと子供の参画っていうのをやりたいと思ったら意見表現みたいな、あと防災もやりたいって思うのであれすごいですけど、これはあとみんなやりたいのがあれでこういう人呼んでみたいのかもあれよろしいでしょうか。あの公立保育園の園庭を保育士と保護者と一緒になって作り変えていきながら子どもの その外遊びの環境をね、あの作っていって、でそれでものすごいあの保育園が変わっていったノイクの会という、ノイクの会の俺がノイクの会立ち上げるきっかけになった池袋の保育園で、その実践がずっとスライドに入ってて、あのなんかちょっと一つそういう実践で見るとあのきっかけにはなるかもなし、あの親たちも見事に変わってくんだよね、それでね。あの真奈美さんに言ってもらうのが一番いいんですけど、これ最後までなかったんで、これだけ PR していただいて、はい、この施設進化の前の計画担当、子ども計画を今27年度からの作るということで、さまざまなご意見を聞きながら今素案が公表されています。この国家の世界を共に計画研究会にいらっしゃっていただきますけど、ところでもいろいろご意見を聞きながら作っています。まだまだ、これから案を作っていく段階ですので、パブリックコメントをしておりまして、皆様から意見を頂戴できればと思っております。今日も、こちらがありますし、それと10月4日にシンポジウムがございますので、この計画の素案を説明した上で、この計画研究会の有識者に作る会議ですけども、こちらの方々のパネラーまでの意見交換と、未来を作る若者中高生とか5年前に子ども計画、移行計画を作ったときに、その交換していただいた方などをお招きして、5年前に何が変わらなかったら、今やってることがこういうことで10年後どうしていきたいかという、ディスカッションをして、いろいろ議論を深めた上で、またこちらを意見いただいて、移行計画を行きたいということで、意見募集と、この2つを宣伝させていただきたいと思います。ご意見いただければ。チラシがあるんですか。チラシオレンジ、オレンジ色の紙。オレンジ色の紙。子どもが生き生きワクワク育つ町っていうのは、これの2回目の時にみんなでワークショップして出した文言を採用してもらって、おー、はい、一緒ですよね。星が一番ついてるやつでしたっけ。星が一番ついてるやつでしたっけ。星、なんか星ついてる、あ、そう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 、一番ついたかどうかは覚えて、
出てた。私はなんかこの辺の方だとして、だいぶ違う意見。違う意見。採用されたの。あ、そうだ。子供の意見から。こういった皆さんの意見から吸い上げて、いろいろと10年間の構想性を持っていくと作りたいと思ってますので、ご協力をお願いします。ありがとうございました。じゃあこの後についてお願いします。すいません、ちょっとお願いがあります。模造紙に皆さんの名札を貼って書いていっていただいて、あ、誰がいたか、はい、で今日ですね、ちょっと食べ物とか飲み物ご用意したんですけど、皆さんすごく熱心だったのでお配りすることができませんでした。帰りに袋を持って帰ってください。それからこの会場をこれと反対の形にこう直して、元の形に戻すんですけれども、お時間のある方はちょっとそうそれから懇親会に来る方は、帰る時に聞いたことがある居酒屋線の手前のところに、わざみんちという地下に入る居酒屋線があるんですけれども、そちらの方で集まって、みんなでちょっとこの後の話をしようかなと思っておりますので、一緒に行かれる方は、片付けまでちょっとお待ちになってください。それではありがとうございました。どうも。